調査をする、これか。モノポリの大会、あ、そういうことか。だからモノポリなんだ。
ほうき、あれじゃん。2度目なんですが、さん付けで読んだ。
すごい、こんなに高い。そういうことか。今分かった。顔がついてなかったもんね。これだ。これで映った。ああ。これで映りましたか。忘れてた。
そこへの生き方。すごい取れないだろこれ。でかい。はい。早くない？さっき撮ったばっかりだぞ、写真。でかすぎるね。こんばんは。スカラビ南で発見された恐竜。詳しいことは研究につきあまり聞かないでください。ライスボール。解説を。太古の昔に絶滅したはずの恐竜がスカラビ近くの奥地で発見されている。それも数多くいると現地の人が食われちゃったという確認情報もあります。もしあちらに旅をするならぜひとも発見して写真でも撮ってきてください。すぎて画面に映んねえもん。もうちょっと上の方みたいな顔とか見えない。じゃあこれは砂漠を探検しないといけないのかな。
クしてみるか。マシン兄のパンチョです。弟のピンチョです。友達のおしゃべり信号みたいな聞こえる。これも店員か。レターを。車病を治せるだけか。車病っていう言い方がもう古いよ。あれ、渋滞は解消されたのか。するのが大変だぞ。おお、やばい金じゃん。砂漠に落ちてるせん。絶対汚れてる。違う。
実はホームシックを克服した。つけてくれるでしょう。おお、やばそうな敵がいっぱいいます。交流じゃん。カメラとかあったら写真撮れ。デザート。数日前まですごい寒いところに一気に暑いところに越されきて、出たお。手がなさすぎないか。インドまで戻ろうかしら。バス乗れなそうだと思う。確率低いよ。16分の1くらいの確率で当たる。あ、逆だ。
こだっけ。ヒントくださいな。ホロ劇場にあのトンズラブラザーズ。聞いたよ。トンズラブラザーズの話はもう聞いたよ。話聞いたよ。で、やっぱお金探す。
舞台に上がってる時は6人やろ、楽屋にいる時に見かけたら5人しかいないんだで話すと何かあるのか。なさそう。あ、もういいよ。できない。埋蔵金を掘り当てる。埋蔵金見つけてくれたかな。青のにあげたけど。バスだって。
え、ここじゃないな。ここは前に来たけど何か分かんなくて。よし、ジェフダブルバーガーを食べれた。そんなにも動かなかった。何これ、はぐれメタル的な一番キャラか。グラフィックを見ずに倒しちゃっためっちゃ進んでる。20ダメージ、ここくらい。
みせずに。使うべきだな。結成って人生で1回しか使えないらしい。魔法で倒せってことか。あ、ネバネバマシン。300ダメージってなかなかこのレベルで、しかも18って結構コストも低いしね。一旦出ようかな。一旦出るか。
実はまだ IQ が何のパラメータどう役に立つのか分かってない。どうも、ありがとうございます。こんな音だったのか。そう、昨日配信終わった後にフォロー通知も出て、これで休めて、終わります。お、シールドキラー。おと、さっきのやつ、3番目のやつ、飲むものじゃないだろ。あ、こうやって注射するものじゃない。巨大アリ、6じゃなかった。クモかと思ったら、3種類目の。
お、穴抜けネズミじゃないですか。おお、一回も使ってない。間違えた。オレンジはオアシスの地下の洞窟。砂も。You did it。あ、間違えた。3番目に強いコマンドでした。同じ感じかな。同じではないだろう。自称3番目かっこ2人目キラーを使って。あれ？あれ？あれ？ちょっと待って。そう。ちょっと待って。あれ？あれ、ワンターンヒルしちゃいました。あれ？どんな敵か分からなかった。そんなに弱かった。ボスだろ。ちょっとくらい耐えてくれよ。
遠足ランチなんだ。ちゃんと強くねえか。いいね。ミクロミって何個も持てるのかな。デパートに売ってるよ。いや3番目だった。2番目に強い穴の石より弱いが、4番目のやつより強い。タピキフリーズガンマで満タンできるんじゃない。
6ダメージが結構痛いな。死者病が4とかだ。5倍以上。回復だと嬉しいんだけどな。そんなことはない。こら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 、ネス起きろ。あ、ネスが起きない。ネスが起きない。あ、起きた。あ、もう縛られてます。
最後に倒すモグラがめっちゃ強いとかそういうの。帰った方がいいかな。蝶々見つけたら帰らないですけどな。こいつは倒すか。正真正銘のナンバー数。キャラメルが強いのは分かるんだけど、使うタイミングが分かんない。あれってそういう、ああそういうことなんだ。あーどうしよう、まあ使わなくても穴抜けの紐みたいな。
かんだリボン、まだ。財布がないな。多分買いにつけるとは思うけど。あんまり道を覚えてない。だいたい右の方に行けばいいか。ちょっとまずいか。これ毒ってこれ治る治らないね。あー多分移動すると食らうよな。休憩できれば。ああ、これ日射病になったから点滅してたんだ。日射病ダメージってことか。なんか砂漠の北の方を歩いてた時、
よく画面が点滅するなぁと。間違えてたか。タクシーはポンコツになった。なんで先生取れたんだこれ。ここで止まる必要ないか。どうせバスで行ってあそこまではエンカウントもほとんどしないから。
待機時間が多いな。バスにもう乗るの4回目だし、トンツラブラザーズの公演も2回聞いた。なかった。SA あっちか。入ってるな。待った。モグラの下り、あれだな、なんだっけ名前、名前出てこない。なんとか賛成。
巨大だな。どういう戦隊をしてるの。何食べるんだ。その辺の小動物が食ってる。蛇とか食って。こいつって無限に湧くのか。あー、オーバーキルだ。インスタントキルできるだろう。できなかった。スマッシュ。いっぱいやね。you
セントレーション。サイレンスか。全員ほぼ終わったんや。今までに一番強い粉穴の虫と、二番目に強い粉穴の虫と、四番目に強い粉穴の虫と、一番弱い粉穴の虫と、あったさ。俺が、真の三番目に強い粉穴の虫なのか。ほんまか？いや、でも一番強そう。かきマシンを使ってしまう。もし何も起こらないよ。ドアちゃんと倒す。銀の次がプラチナなんですか。戻ってきたぞ。
これが一方通行というか、分かれ道途中でなかった。方向音痴がバレる。あ、ついたついた。この例もまた探索しないといけないのか。だとするとだいぶめんどくさい。ここに行けばいい。
あってもなく歩いてる。ここじゃない、どこだ。敵が湧いてる。修行終わった？
取れました。多分ここで結成が売ってる。なんかイベント始まってる。ネッサ初スペンダー現場障子持ちの弟の周知です。埋蔵金は見つからなかったんですけど、ダイヤモンドが出てきたネッサの初。この砂漠めっちゃ広いけど、砂漠のど真ん中にポツンと何かあったりしそうだな。
大きくて美しくて高価そうな宝石。これで借金返せるだろう。違う。劇場どこだ？10ドルくらいだけど、負けし。
はい。ところ。お、違う。ずらしたぞ。返せたらこれで何がどうするんだろう。あ、デパートに入れるよ。はい、何を減る。そうやったな。ここでいいや。売れなかった。さあ何を売ってるんだ。あ、え？あもうあちょっとわあ、耐えた。
帰らなきゃ。一旦帰ろう。ホテルに泊まって病院行って。ああ、やばい。やばいやばい。Do it. ああ、まずいまずいまずい。このシステムちょっとダメだと、このシステムちょっとダメだと思うんですよ。その体力がじわじわ減っていくシステム。単性なのに単性外の行動ができるし、あと UI 的にもパッと見で自分の体力がどれくらいなのか分かんない。ヒントあるじゃん。上級とか。なんと安くなってる。グーだな。監禁されて拉致られて。
かなかこいつら強い。コーヒーいらない。あ、違えた。ヒーリングじゃん。絶対枠じゃん。開けれねえ。バネバ、あ、ちょっとかきマシンなんて使うわけないじゃないですか。強くない？コーヒーだろどうせ。ネバネバマシンを対応しないといけないから今日はここまでにしようかな。何時だ？13時半。今日はここで終わろう。割とすぐ乾燥するよ。いきなりホーラーがいなくなってだいぶ戦闘がきつくなってしまう。レベリングする必要あるのかな。ではお疲れ様でした。